Lexus pioneered the luxury crossover SUV segment with the introduction of the RX. And today, the LFNX concept explores the potential for a compact SUV within the Lexus lineup. There's nothing more fun than giving our great Lexus designers the freedom to try new things, to explore the boundaries of great design. And when we do, amazing things happen. LFNX is youthful, confident, and innovative. It features a new bold look that gives us a sneak peek into how Lexus design will evolve. エクステリアデザインのキーワードは凝縮感と切れ味、一切の贅肉を落とし極限までボディを絞り込んだストイックでありながらセクシーなフォルムを追求しています。スタイルの最大の特徴はスピンドルグリルから始まるひし形ボディです。そのボディに張り出したタイヤが SUV の力強さを表現しています。いわばスピンドルそのものがボディ全体のモチーフになっています。サイドはドアのピークを非常識にも斜めに設定します。独創的なプロポーションと躍動感を表現しました。フロントはスピンドルグリルから伸びる力強いフードと小さいながら存在感のある三眼ランプユニットによって大胆かつ挑発的な顔を実現しました。フィン形状のアンダーガードが低重心でスポーティーな SUV を演出しています。立体的なリアコンビランプはレクサスのアイデンティティを強化、今までにない表現方法に挑戦しています。インテリアデザインではエルフィネスの基本思想、すなわちヒューマンオリエンティッドの思想をベースに LFA や IS から受け継いだスポーツインテリアの系譜を体現しています。水平基調のインパネ横軸に対し金属の塊から削り出したようなコンソールのフレームが貫合する構成でタイトなコックピット空間を演出しています。そのフレームがリアシートまで貫く大胆な構成で SUV としての力強さだけでなく機能美、構造美も表現しています。これらの金属の骨格に人が触れる部分やレザーを巻き込むことで異素材のコントラストを際立たせながら深みのあるエレガンスを表現しています。センターコンソールには新しい遠隔デバイスであるタッチパッドを配置しました。指先からの指示が神経を伝ってディスプレイにつながる表現で人と車の一体感を高めます。We're excited about the LFNX. It's bold, powerful. It gives you a great sense of where we're going with Lexus design. I promise you'll see some of these design elements in future Lexus models. More to come, so stay tuned.We'll be right back.